ちょっと寝るねんって。ほんなら起きれんねんって。
もうほんまに眠れたなって寝てもたらコンビニで一回止めたらもうやばい、うん、会社から電話かかってこんのはもう起きられへんって。ほな会社にね電話してな、もしもし、何々ですけど今からコンビニで一緒寝るんで、15分後ぐらいに鬼電してもらっていいですかみたいな、はい、言わなあかんねんて、はい、だけどそのだからあれと言っちゃう、水分補給と一緒やねん。もうな、喉乾いた時には脱水症状やねん、はい、遅い遅いっていうことやねん。だからもう全然喉乾いてへん時に水飲んでると、うん、まあ脱水症状ならへんとかいう話あるやん、はい、と一緒らしいで、睡魔マジのやつは。けど別にその仕事柄は危ないけど、うん、寝てええんちゃう西平プロデューサーは。いやなんかそういうデザイナーやから、はい、イベンターやから。例えばめっちゃ長い打ち合わせとか、ね、ああめっちゃ長い打ち合わせな、はいはい、会議ね5時間ぐらい行くやつ。あ5時間行くやつ、あーかんかんかん、それはほんまに議題が悪いわだからそれだから大阪王やろ、もうそれ主語大阪王やろ。5時間ぐらいかかる会議の大体の主語大阪王やろ。いやそんなことない大阪はとかやろ、そんなことない大阪をなんとかしようみたいな会議やろ、あの時間かかるやつ。いやまあでもそんなことある、一旦煮詰まるって感じですね。でもなんかもう、まあデッドがあるんで、はいはい、まあもうなんかひね、みんなでひねり出さないと、ひねり出さないとっていうやつなんですよね。あ、でも俺もその曲作ってる時にすごい極度の睡魔に襲われてるわ曲それは作ろうと思ってる。そう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 、作ってた。だから今のな、はい、今の曲もな、こうまあどういう曲になるかわからないんだけど、つまらない街を抜け出せばロックミュージックとか、コードどうしようかなとか、また考え中で考えてたらめっちゃ眠たなってくんねやで一回ちょっとギター、え、なんなんこれ、なんかよう見たらええギターやなとか思って、ほんでもうちょっとギター置いたりして、うん、でチチンプイプイとか見て、めっちゃいい時間もめっちゃ眠たなんねんそれチチンプイプイって大阪でしかやってへんやろな。やってないです。あ、やって、あ、なんていうやろな、要するにでも大阪でしかやってへん、番組やけど、もうほんま緩いわけやん。あんなん絶対眠たなるやん、見とったら。いや面白いけどな、はい、その平和の象徴みたいなとこあるやん、もう、まあ、なんか流れていく感じですよね、うん、なチチンプイプイと鳩を見てる時とか同じ気分やん、もう平和の象徴であるわけやん、はい、あのチチンプイプイ夕方から見るっていうのは、つまり夕方からあの踊る大捜査線の再放送の初期の踊る大捜査線を見るぐらいのことやんか。それやってるらしいですね。今やってんねん、はい、やってんねん。あれだいぶ前のやつやで、あれじゃあもう一番あれっすよね、一番最初のやつ、初期初期、うん、90年代ちゃう、間違いなく90年代 とか思ってたら眠たなるわな。いやー眠なりますね。あ、だからそのほんまに寝てあかん時とかは、うん、でも俺昨日な、その福岡から帰ってきて、あ、車で、はい、バンドでみんなで、はい、でその俺は基本的にもうベロベロで乗ってるから、はい、一切運転しませんやけど、うん、その代わりその助手席でずっと喋り続けてます。喋り続けて、そのドライバーをすごい持ち上げていって、うん、テンション上げていって、まあ、眠らないようにそれだけは頑張りますみたいな感じで、ほんでな、もう博多から車乗って、もうビール持って、マジですか、うん、もうなんか止まらへんくなってて、もう、はい、もうブワーって、もうサンデーさんもう行きますよとか言われて、行こうー言うて、もうビールプシュー開けて車また乗って、うん、出発とか言ってゴクゴク飲むやん、うん、ほんならもうそのはい、もうこの人絶対今日運転する気ないってことやんか、もうそうですね、っていう、もうなんていうかな、あれこそがもう無言の命令やな、あれは。そうですね
プシュってやった瞬間、プシュって、まあその前ももうライブ終わって飲んでんねんけど、はい、だからその代わりも頑張りますやん、はい、10席で10席はちょっと頑張らせてもらいます、そうそう、頑張らせてもらいます。もう普段なんかボーカルとかやらせてもらってますけど、はい、まあそのここぞとばかりに面白い話ちょっとぐらいしますやんみたいな、はい、だから許してくださいみたいな感じでずっと横で喋ってんだけど俺な、はい、今日なんかな俺がななんか喋ってる話とかってもうバンドの人ら聞き飽きてんやろな、なんかな、あもうもう一旦話多分何回も聞いてんやろな多分俺初めて喋ってる感じで言ってんねんけど、はいはい、なんかこのリアクションなんかこいつらオチ分かっとんなみたいな、何週しとるな、そうやね、なんか全然笑えへんね、だから最初なんかなもう腹立っててんけど、そのでも何週もしても何回聞いてもおもろい話とかあるやん、鉄板のやつ、鉄板のやつな、はい、とかを探しててずっと喋りながら、はい、ああだこうだ言いながら、はいはい、ほんでもやっぱりな、その例えばまあ、僕の中学の時の入山先生の話とかするわけやねん、うん、僕月曜プリマでも多分最初にしたと思うねんけど、はい、まあその面白いわけやん、うん、まあ入山先生の話、音玉のバンドマン滑らない話で、あれでもやったんすか、あれでもやって、2発目に出してん、だそれもうドンやん、もう爆発しました、そうやねん、でもうそれはもうなんか多分昔からそのスタジオとかで、いや俺中学の時のな先生かなとかって喋ってったんやと思うねんけど、はい、もうなそれも笑わへんねんや、ほんならなそうだ、もうこっちが眠たなってきて先に逆にそれあれみたいな、うん、もう疲れてきて、喋り疲れた、うん、こいつら笑わんやつやと思って、うん、腹立つわと思ってたらもう眠たなってきて、うわ、ほんでもうそのしょうがないやつじゃないですか、うん、もうな言うても、でも博多から岡山ぐらいまで行ったけどな、うわ、そこが一ちゃん長いじゃないですか、もう岡山からやろ、そうやね、もう岡山からもう俺覚えてない、うわ覚えてない、結果その結果寝てもだろ、そう負けたってこと、そうそう、結果着いたら天王寺におって、あの車返すとこのレンタカー会社におって、はいはいはい、でそのアツムっていうギターのやつが、うんうん、サンディさんちょっとマジ延長してるんで、あ最終行ってもらっていいですかみたいな、レンタカー会社会社に、ね、挨拶、いやまあみんなでレンタカー会社のとこ来てんねんけど、うん、その一発目の挨拶行ってもらっていいですかみたいな、あーちょっと遅れました的なみたいなぐらいので、まあ、延長を払わなあかんみたいな、いやーそうは絶対だからな、ちょっとあつもほんならちょっと金用意しとけ言うて、うん、ちょっといるわこれ絶対とか言って、もう1時間半ぐらい回ってんねやんか、うん、約束の時間より、あーオーバーし、うん、普通やったらあれですよね、延長する、延長やん、でもやっぱりなさすがやなと思ってんけど、うん、やっぱ俺らがもうボロボロのなんかもうヘロヘロの感じで車から出てきて、うん、もうギターやらなんやら持って、あバンドマン的な、そうそうそう、なんかもう言うても向こうも別に俺らのこと知らんから、あこいつら売れてへんやろなみたいな感じやんか、いやそれは分かんない、俺らもう荷物持ってすいません、はい、ほんまやすいませんとか言って、はい、もうほんまちょっともっと頑張れたらよかったんですけどとか言ってたら、あーもういいもう全然いいよ、大丈夫大丈夫、忘れ物ないとか言われて、でマジでめっちゃいい、まあ、切り抜けてんけど、で、まあそのな、朝方な、それで切り抜けて、あ、ほんででもその、なんか、ちょっと車の、なんか掃除しますみたいな感じで、はいはい、朝方というか9時半ぐらいかな、ええー、よとか言われたけど、はい、掃除して、で、ちょっとこう、車で、そういえば、バンドメンバーでやで、はい、昨日の福岡のライブで、はい、アンコール来たら、はい、あの天王寺ガールやろっか言ってスタジオで練習しててやんか、はい、で天王寺ガールってもうあのここ何年もあのなんていうのバンドのワンダフルボーイズとかシャカリキコロンブス時代から、はい、ライブではやってないねん多分、あマジですか、天王寺ガール多分何年ってことないかな、でも2年ぐらいやってないかもな、でも天王寺ガールはもう
あのソロの時にやるか、キミオくんのソロの時にあのキミオくんが天の字ガール結構歌うから、ね、それに一緒に歌うかぐらいやねんけど、うん、あの見ながらやで、それは。でもその久しぶりにそれアンコール来たらやろうかとか言って練習してたやんか、はい、ほんでアンコール来んかってん、はい、ライブ終わって。だからなんかその切ない成仏できてへんかったの、なんか気持ちが、はいはい、その車の中で天王…まあ天王寺おるからな、ああ天王寺はとかって歌ってたらみんなが君のステージさとかって歌い出して、そうそうそう、ダンシーンだとかってみんなで歌ってて、はい、曲やなこれとかって、はい、で、自分らで拍手して帰って天王寺でいやほんまだからな、スイマー大将ないかもな。ないっすよね、うん、だってもう俺があんだけ喋って喋その聞いてる方も眠たいし、うん、もう何回も聞いてるから、うん、俺も笑えへんから眠たいし、うん、もう無理やな。もうその噛み合ってないですか。噛み合ってだからな、だからな、例えばな今な月曜プリマ見てくれてる人がな、はい、割とさ、はい、まあ聞いてくれてるとは思うけど、はい、この途中で多分寝ることもあるやん、ね、これなそのままちょっとつけながら、ね、寝落ちみたいなあるわけやん、はい、でその俺は寝落ちを阻止すべく、はい、喋ったらええねんけど、はい、もう俺もその月曜プリマもうムラがあるから、はい、もうなんかくだらん話をずっとなんかくだらんまでずっとしてる時もあるわけやん、はい、それは寝るで誰でもな、ね、寝る誰でも寝る。だけど今日は絶対寝かさへん今日ありったけ今日なんかやる気あんねんな。いきますか。うん、今日ほんまになんかやる気あんねんな。だから、はい、もしかしたら睡魔の対処法は月曜プリマかもわからへん、日になるかもわからへんことよになるわけやん、はい、まあ、でもその意気込みすぎたら、はい、今日さっきみたいに遅刻とかしてまうから、ね、だからまあ基本的今はまだ見つかってないってこと。睡魔の対処法と原発の燃料を埋めるとこは見つかってないってこと。まあ当分見つかんないですね。そうやね、どっちも見つからんと思うもうなほんまにな、これでええと思うわ。オッケー。その次何なんこれ。分かんないですよね。これ何？悪魔の対処法。悪魔。まあ、お前大丈夫か。いろんな悪魔がいる。ああ、まあまあ、そうやな。いろんな悪魔おるな。まあ、小悪魔もおれば。そう。うん。まあ、小悪魔しか思い浮かばへんわ。悪魔やろ。いやでもその悪魔って改めて聞いたら可愛らしいな、なんか悪魔、悪魔ちゃん、あ悪魔ちゃんとかな。でもまあっていう感じいいなんか怖ないですか。いや怖い。いやこれでもほんまにその時代時代によって悪魔になる人が出てくるわけや。そうですね。例えば、戦国時代やったら多分織田信長は多分悪魔やん多分。ある意味な、うん、何教やったっけ、真言宗じゃなくて思いっきり織田信長が焼き払った宗教何やったっけ、宗教戦争した大阪の本願寺の一向宗か、あ一向宗やったっけ、ちょっとあれやけど、はい、やけどその宗教をもう焼き払う悪魔やな。って考えたら、徳川家康の方がええのかな。例えばな。でもまあそれをいろんな時代におるわけや。で現代の悪魔が何か誰かってことや。そうですね。これは難しい。じゃあその。でもその悪魔の俺のその。悪魔がどんな顔形してるかっていうのは、うん、基本的には俺のイメージの中では、うん、タモリさんやと思う。そうペラッとしてる人あのなんかちっちゃくて、はい、なんかあんなサングラスかけてる、
感じ、あれ、あの感じが悪魔やと思ったら、多分絵に描いたらあんな感じになるんじゃん、悪魔って。はいはい、はい、ちょっと絵にしてみようか、悪魔を。絵にします。だから俺の、そのイメージやで、うん、なんかその昔から悪魔ってこんな感じやろなと思ってんの、なんか悪魔っぽやろ。うんうん。メガネですかそれ。まあこれだからサングラスやろな。だからまあだからタモさんやなこれ。そうそう。タモさんもうちょっとこう、あ、ちょ、まあ、タモさんの顔って意外と描かれへんな。あんだけ見てんのに。けどやっぱあのタモリとミノモンタはまあ悪魔やろ多分。やっぱり。お昼の悪魔。お昼の悪魔。いいね。お昼の悪魔いいね、いいキャッチコピーできました。だってそれはもうめちゃ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 やろ。だって毎日あんなテレビ出ねえで。ああそういう意味で。それはもうめちゃめちゃやろ。すごいなそれは。だからまあこれなんかな、見てまうやろ。ね、そのお、まあ、俺がすごいあの見てしまう時間帯ですか。時間帯でもないねんけど、うん、いやもう笑っていいと思って早く終わってなんか違う番組になってほしいなってずっと思ってんねんけど、はい、けどなんかいろいろそんなね、あれもあるけど、うん、結局ないっすね。次の司会者、次の番組の司会者も、うん、タモさんがいい。結局リニューアルしてるの。リニューアル番組はなんかもうそれ悪魔じゃない。確実に。いやだから取りつかれてんねやろな、もう。あもうそのそのタモリという悪魔に。はいはいはい。例えば、例えばミノモンタも見たいわけや、うん。やっぱミノモンタが朝、うん、ミノさん朝から何言うんやろなみたいなとこもちょっと見たいわけや。朝ズバね。朝ズバ見たいわけや。はい、でその。でもそのまあこれ大阪やったら、はい、辛坊さんっていうアナウンサーの人や、はい、読売の、はい、あの人がスマタンっていう番組やってるやん。スマタンやってますね。スマタン あの人だからあの人とす、だからタモリとミノモンタと、はい、辛坊さんと、屋敷隆人は悪魔や多分。これを悪魔と呼ぶんやと思う。で、その悪魔になりきられへんのが、はい、宮根誠司とかやと思う。え、結構でも宮根はめっちゃすごい時間帯ドーンと抑えてるじゃないですか。やってるやってる、あれやってる 3時間ぐらい、うん、いやけどな、ちょっとやっぱその、なんていうんかな、その悪魔になるためにはやで、はい、やっぱりその、空っぽにしとかなあかんと思うね、自分の柄を、体というものを、はい、肉体を、はい、で、タモさんはやっぱ空っぽにしてると思う。あー、それはなんかわかる気がする。だからもうすごい自然体に悪魔やと思う、うん、だからその宮根誠司という人はやっぱりそのまだ自分の中でまだいろいろ消化してないものがいっぱいあって、うん、その消化不良を起こしてて、うん、なんかその人相とかもちょっと悪くなっててそのなんかを背負いすぎてるというかなんていうか自爆霊がいっぱいまだ乗っかったまま多分話してはると思う。あれはタモさんとかも後ろもなんていうの野原に見えもんそのタモさん悪魔なんですか。そう悪魔タモさんの歩いた後野原しかないみたいな草一つ生えてへんとほぼ一緒のやつやけど、はい、だからやっぱその辺があれやろな。そのまだ人間なんやろな宮根さんは。あ、うん、人間として人間としての欲望とか、趣味思考とかそういうのも含めて、うん、まだまだその生々しいんやろな多分あの人。あなんか言ってることも、うん、だからなんかしんどいもん見てたらなんかうわってなるもんおえってなるけど笑っていてもどんだけ面白くなくても、うん、タモさん見てておえってならへんもんな。まあそうですね、うん、まあ流れちゃう感じ。そうね、おボケた、うん、4日ぶりにボケたとか思えるわけや、タモさんがボケたら。だからそういうとこやろな、悪魔って。で、悪魔の対処法やろ、うん、だからはっちゃんとよんちゃん
は見たらあかんってことやろ。それ結構大阪で言う結構な割合だ。だからそのに、どうやったっけ、より TBS と富士が見んかったらいいってことやろ。それまあまあ富士結構あれなんですか。だから屋敷高人それは読売ですよね。読売そこまで。いやその日テレと日テレ読売、日テレと読売一緒。いや、違う。屋敷高人は今見られへんわけやん、テレビでは。ああ今ね、ちょっと闘病してはるやん、はい、その代わりに俺は窓か広しをずっと見てんねんけど窓か広しあれで朝よう出てますやん。朝ね、はい、なんかそのまたローカルですけど、朝その朝10時から用意ドンっていうやってますね。窓か広し帯じゃないですか。そうね、レギュラーレギュラー月亭蜂蜜とか、はい、いろいろ出てはるやんか、はい、でその東京で朝の10時何やってんやろと思って、東京とかおる時に、はい、なんかテレビつけたら あの枠朝の10時から あれやねんな、そのこういう人が朝めぐみさんとかじゃないか。めぐみさんはだって昼やってるやん。昼か、昼なんですじゃないですか。じゃあ朝の10時からやってんの。あれ、それ何でしたっけ。なんか分からんねんけど、うん、それっぽいことやってんねん。2、3文字ぐらいのタイトル、ね、そうほんで、あ、この人こんな帯すんねん朝からっていうような、そうです、ね、そちょっと大物の感じの人やってん、確か、うん、中堅の人というか。そうですよね。いやでもまあ全然やっぱタモさん見たらあかんと思うよ。そう、悪魔取り憑かれてる、みんな取り憑かれてるからまだ続いてるみたいなのがあるもんな、でもテレビって、テレビ番組って。そうですね。だってやっぱ何に取り憑かれてるかって、そのテレビ番組以外の悪魔にはまだ取り憑かれてないと思う。おう、多分テレビ番組以外、テレビ以外の、はい、悪魔やで。だって悪魔、そのお前悪魔やなって思ったりすることがあるってこと、誰かに対して。あ、ありますよ。ある、はい、だからそれが、うん、その先輩やろ。いや、先輩というか、先輩松本さんやん。違う、こらこら先輩とかじゃなくて、じゃなくて、まあ、そうやって仕事してる時でも、うんうん、その、多分、はいはい、全然こう、悪気がないと思うんですけど。ああ、向こうは向こうは全然ないと思うんですけど、ああもうこっちも、こっちからしたらもう頑張って、はいはい、やったのに、いろいろ準備してきたのに、うん、まあ、それ一回全部捨てて、いきなりドーン行く、うん、いきなり全部捨てる、よろしくみたいな。なるほど。いきなり全部捨てる案を発動する人ね。そうそう、ああおるな。手もう大事にもう育ててきたやつやのにみたいな、はいはい、あれ。いやそれをもうすぐちょん切られる感じ、ポイってみたいな、ポイってされる感じで、なんかそれよりなんかハードル高いってこう、ああまた新しい難題を与えてくる。まあそれある意味神様なんでも、うん、神様いい人でもあるけど、いやけどな、うん、そんなその辺の人間に悪魔おらんやろ、リシーラ。そまあだから悪魔的な人いっぱいおるっていう感じじゃないですか。それはちょっと悪魔に憧れてる人が一番ちょっと鬱陶しいわけやん、はいはい、悪魔に憧れてる人おるやろ、たまに。見てますか。大学生とかおらんかな。出ないっしょ。その昔なめっちゃ大学生で、はい、ようなんか言う言葉あったやん、なんか俺、はい、やりたいこと見つかってんとか言うやつおるやん。あ、おらんかった若い時に。いましたね。俺やりたいこと見つかってんとか。はいはいはい、なんかすっごい違和感あってんけど、あれ。そのみんなちょっと。もやもやしてる時期。そうそう、みんな何もね、お前言うたら俺も何もやりたいこと何もないねんで、うん、でなんか急に誰か言い出すやん、はい、嘘つけ嘘つけみたいな、はいはい、見つかってへんわみたいな感じやねんけど、はい、いや俺なんかフットサルチーム作りたいねんやんとか、それ、うん、そんな発表するやつちゃうやんみたいな、別にサークルやんみたいな、今日なんかそのやりたいこと見つかったみたいなことを言わんと、なんかこの膨大な若い時のなんとも言えん時間を、
悪魔が支配してんやと思うね、あれは。で悪魔が言わしてんやと思うね。影でね。影で、おい、ヒロシ、ヒロシ、お前さ、何もやりたいことねえからさ、なんか一つ言っときよ、ヒロシ。って悪魔がこうチクチクしてるわけやん。で、ヒロシも、その、なんていうか、ちょっとカッコつけたいから、はいはい、なんかその、カッコつけたいのに、運転免許なかったりするから、その、カッコ、それダメですか、カッコのつけ方がちょっとまだ、あーちょっと違う、ね。ないとき、ないときの18歳から19歳になるぐらいの、大学1回生、1年生の時ぐらいの俺やりたいことを見つかってんっていう感じ、はい、いやそのやりたいことのやつってその高3の時にその話でその大学来てるわけやん自分とかその例えばな専門学校行ったりするわけやんだからそれもうその話終わってんでみたいな、はいはい、やりたいことあるから大学来たんやろちゃうのちゃうのってことやん。でもなんか俺やりたいこと見つかってんやんとか言うから、はい、そういうのはもう全部悪魔が支配してんやと思う。あで、その、それって若者になんか意味不明なことをいっぱい指して、なんか活性化させようとしてんの、悪魔が。活性化って、うん、何を活性化させんの？まあ、負の連鎖というか。あなるほどね。結果、そのフットサルチームが、ヒロシが作れるわけないやん。はい結局はね、だってそのめっちゃ遠いところに住んでんのに、はい、車の免許ないからヒロシのことを例えば俺が迎えに行かなあかんかったりするわけや、はい、まあそれはそれでまたちょっと面倒くさいやん、うん、ちょっとまあじゃあ迎えに行こうわとかで行って、うん、でスパイクとなんかボールとか持ってくるわけやん新しいなんか新品の、うんうん、早速新品の、うん、自分のやる気をちょっと、うん、そうそうそうでその「えお前じゃあサッカーしてたん?」とか言ったら、うんあーとか言うねんけど、うん、いつまでって言ったら、うん、小3とか小3とか言うねんだからまあまあ別にそれは自由やから何年を 何を何年やろうともそれは自由やから、うん、そのほな車乗って行こうか言って、うん、ほなそのもう小学校3年生までやってたとかやってなかったの前に、うん、めっちゃ走り方キモいやんとか何年何年って運動神経とかやまずとか言ってなんでフットサルチーム作りたかったんやろとかなんか読んだんやろな多分悪魔に読まされたんやと思う ブルータスとかちょっとおしゃれなおしゃれな雑誌読まされたんやと思うほんでなんかそのちょっと有名なデザイナーの人とかがあの別荘とかであの 休暇を取ってる時にたまにフットサルしてますみたい な、うん、なんか取材の記事読んだんやと思う多分ヒロシはちょっと、はいはい、それをに憧れてそっちにちょっとやりたいこと見つかったって言うてもうてんねんけどそれも全部悪魔の仕業や込みでそうだってヒロシがまずブルータスとか絶対知らんわけやんいやもう分かんないヤンマガかヤンジャンしか読まへんわけやん大体やのに、急にブルータス呼び出すってことは、おい、ヒロシ、ヒロシこれ悪魔、悪魔。悪魔、悪魔役やん、これ。おい、ヒロシコンビニでヤンマガばっかし読んでんじゃねえよ、ヒロシって。お前これ知ってっかみたいな感じで。ブルータスって、もうヒロシとか、あのブルータスっていうのも、もうブルータスって呼んでるわけやん、頭の中では。あ何このブルタスっていう雑誌とか言って、はい、もう全然知らんとこから入って、はい、フットサル作るわけや、はい、やばいこの話眠いんちゃうかあれやばいな俺今あちょっと3ビューぐらい3ビュー下がったやばいフットサルだけにゴールが見つかりませんでしたやばいはいこれでいいんじゃないですか、はい、悪魔の対処法はい終わったやばい、もう2個終わったで、ね、まあねもうだから昨日の話していいじゃん、うん、昨日おとといのだからなそのあれがないやんいつもの振りというか、はいはい、何してたんですかっていうやつないないやんそう、ね、だからなその土曜日に、うん広島で、うん、あそうか土曜から行ってたそうそう土曜広島で君よくんとソロで2人で1時間1時間
ぐらいかな、2部構成で。すごいっすね。そうやね、もうめっちゃ。この間呼んでもらってたとこにも書いてあった。そうそうそう、はい、なんとか、なんて言ってましたっけ。あ、この間はオルガンザやってんけど、昨日はオーティスって広島のカフェで、また違う、ラスタカフェみたいな感じやった。で、60歳になられた、今日ちょうど60歳になりましたって言ってはったかな、還暦になりましたっていう、うん、見た目思いっきりヒッピーのラスタマンの おじさんが、めちゃめちゃオーガニックな奥さんとやってるカフェみたいなとこで、だからな、そのすごい知見な感じ、ベジタリアンとかでも食べれるようなあのメニューやった、うん、あのフードメニューが、うん、でまあ俺もずっとライブして、うん、でその、でそのまま次の日が福岡やって、で福岡は、ワンダフルボーイズバンドで、うん、でトラベルでカルメラで、あと、まあ、福岡のバンドの人らもいっぱい、大阪から3つで、とりあえずトリプルリリースパーティーっていう感じでつけてくれてて、うん、はいはいはい、関連しました。そうそうそう、ほんでその広島の主催とか手伝ってくれてる人らもう、うん、なんか来てくれて、うん、車で、うん、福岡に、でみんなでまたわー盛り上がって、うん、ほんでな、そのワンダフルボーイズってちょっとあの編成が、あのミッキーのサックスが、うん、ちょっとどうしてもあかんとこの日、ああ、そうなんですか。うん、なんかがあって、結婚式かなんかがあって、はいはい、で、どうしてもその、このこいつの結婚式はどうしてもみたいなことで、うん、オッケーオッケーってことで、うん、カルメラのゴーシ君に電話して、ちょっと福岡一緒やから、全部とは言わんから、半分ぐらいサックスとトランペ、あ、ゴーシ君トランペットやねんけど、うん、なんかサックスとセクションで、なんかやってくれへんかなみたいな頼んで、はい、で小西君も、あ、いいよみたいな、はい、あ、でもうか、もうすごい軽返事で、うん、オッケーです、オッケーです、みたいな、やるやるみたいな、大丈夫ですかみたいな、うん、ほんでスタジオ入って、木曜日にスタジオ入ってたけど、はい、来てくれて、2人、はい、あのカルメラの小西君とツージーっていう金髪の、はいはい、多分堺市で一番男前なやつやね、はい堺市の子やと思うんだけど、多分、はい、堺市のあの今25歳代の中で一番男前やと思う、通じはな、はい、で2人で来てくれて、一緒に練習して、うん、バックトゥザ95と、うん、平和トゥザピーポーと、うん、ファイアフライという曲だけ一緒にやってくれてステージ で、うん、でめっちゃもうアンサンブルめっちゃ良かって、はい、すごい助かった。ほんで、トラベルもやって、うん、で最後俺はキミオ君とロケンロールベビー歌って、うん、でカルメラがトリやって、うん、カルメラが最後アンコールで、うん、みんなで君が誰かの彼女になりくさってもやりましょうみたいな感じになって、うん、君をレタローとサンデーカミデーとか呼ばれて出て行ってみんなで歌って、ほんでその一人一人ソロとか振ってて、俺がゴーシ君も、うん、トランペットやのに、うん、ゴーシ君はもう歌って君が好き言って、で次そのキヨ君が、うん、まあみんなソロしたから、はい、ちょっとローでみたいな感じで、はい、ちょっとローしてみたいな感じで、サンデーも実はベース弾けますとか言って、うん、で振りがあって、超アドリブってことですか。うん、でそのカルメラなエレキベースと、この、はい、こういうウッドベースっていうかサイレントベースをどっちも使いはんやんか、カルメラのベースの方が。両方あって、キム君がこの大きい方持ってきて、こっちのサイレントベースの方持ってきて、あの人のほんまにな、頭がええというか、自分でさっきやんねん。サンちゃんがベースソロやる前に一回ちょっと俺がやってどんなもんなんかを一回やってみますとか言って弾くねん、はい、でもそんな弾かれへんやんか言っても。いや弾けないし弾かれへんか。でどなまあ、まあ、でまあそこそこでも、まあ、それにしては記憶なかなかやなとか思ってけど、はい、まあまあちょっと下手くそな感じでやるやんってわざと見せといて俺に振るっていう。いいパス出す、いいパス出すわこの人ほんまに頭ええわと思って普段から
だいぶあの人頭いいけど、はい、頭が1週半ぐらい人より回転ちょっと早すぎて、はい、ほんまこの人アホなんちゃうかなって、だいたいアホな時間が長いねんけど、はい、けどやっぱ頭いいから、ほんまは、パスもらって、はい、もうちょっとあのジャズっぽいベースをドゥ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 と弾いて、はい、もうなんていうかもう福岡で、はい、まさか ASP 以来、はい、ASP が活動停止して以来ベース弾くとは思わへんかと思ってちょっと一番テンションが上がったっていう、超アドリブ、うん、だからその時の誰が悪魔かって言ったら奇妙やろな、その時のステージでは。うい、サンディ、サンディ、うい。まあでも、キミョ君がさっきちょっと、いや、キミョ君すごいね。小技がすごい。あの人すごいな。あの人は、めちゃめちゃ男前に見える時と、パタリロにしか見えへん時とあるけど、両極端。やっぱすごいな。振り切って張ります、張りが。ちゃんとだから、まあ順序やな、うんうん、ちょっとあかん、ちょっと下手くそなもんを見せといて、うん、うまいもんを見せるという、まあさすが潰れてはしまったけど、うん、もしかしたら自分身は製麺所4代目やった可能性がある人やなと思ったけどな、次期社長、うん、かもわからん人やったからな、うん、あれ潰れてよかったけどな、俺は人の家の会社をそんな言ったらあかんけど、けどあれ潰れてなかったらもしかしたら一緒にね、やってなんかもしかしたら製麺所ついてたと思う、ほんまに。あ、ほんますね、今頃ね、今頃歌ってなかった可能性あるからね、あれ。だってあのアニメーションズのライブ中に、昔やで、めっちゃ昔やで、ジャンジャンとか言って、ああもうマジ月30万あったら音楽やめますジャーンとか言ってギターバーン投げ取って、もうなんか音楽やめますみたいなのやってたもん、ライブで。で、キムキムキムちょっと何なん何なんライブ音楽やめんのとか言って、いやちょっと今自分の実家で働いてるから今ちゃんとお金給料もらえるようになったからもうええかな思ってとか言うとか言ってギターホルしたやから。だから、まあでも良かったな、そう考えたら。だから楽しかったってことだ、ね、先週な。え、それ、福岡どこでやってたの？ EB。あ、EB っすか。うん、Early Believers っていう、はい、まあライブハウスカフェというか、うん、結構人入んねんけど、多分、ぎゅうぎゅうに300人ぐらい入るとこやねんけど、まあでも そこも、まあ、言った ASP の時からだいぶ昔から行ってるとこやから、うん、まあ人も変わってるけど、まあ、まあ割と いつ行っても懐かしいなというか、うん、いいとこやねんけど、うん、福岡いいっすよね。俺な、マサラーメンの話した、先週しました。した、はい、何でですか。いや、ほんまに恥ずかしいなと思って、はい、マサラーメンの話したよな、ミーツのやつ、ミーツの、そうそう、取材の話したよな、はい、後々考えても、はい、昨日な、その岩井ロングセラーっていう、その一緒に ASP やってて、はい、今ワンダフルボーイズのサポートで俺が弾いてくれてるやんか、はい、岩井、はい、しかも中高と一緒やから、で、その岩井さんにその帰りの車で、はい、いや岩井さ、でもさ、俺要は ASP の時言ってたやん、マサラーメン、はい、こないだ、ミーツの取材で、マサラーメン行って、うん、マサラーメン食べてるとこすごいカメラ撮られて、うん、大将にも ありがとうございます紹介してくれてみたいな感じになって、はい、最後店員の女の人にサインくださいって色紙もらって、うん、もらって、でいやいやって言ったけど俺帰ってきてんやん、これ恥ずかしいなっつって、全然売れてへんやつの色紙1枚だけやるのが恥ずかしい。だって伊予かなんとか太田夫妻知事とかの中で、はい、サンデー紙でやばいなっつって、はい、いや、サンちゃん、それはやばいなっつって、はい、頑張らなあかんなっつって、はい、で、まあ、帰りの車でやね、はい、でも、うん、やっぱり俺、マサラーメン、うん、俺も好きやわとかって岩井も言い出して、あ、そうなんですか、うん、やっぱあれはな、なんていうか青春の味というか、うん、俺ほ
んまにあのラーメン屋、いや、あの町が好きやぐらいまで行ってた、岩井は、はい、あ、岩井さんもよう行ってたんですか。まあ俺らその SP でリハ終わりで絶対行ってたから、はい、で、そのラーメン食べるやん、で、替え玉するやん、はい、スープ飲むやん、はい、スープ飲むぐらいになったら、はい、落ち着くやん、みんな、はい、もうお腹いっぱい、お腹いっぱいになって、ちょっといい雰囲気になるやん、はい、その時にミーティングタイム始まる。おぉ、じゃこれからの SP どうするとか言って、はい、まあ言うわけよ、俺が、はい、で、その岩井さんが、はい、いや、その、まあ、まあ曲はね、例えばサンデーが作るとか、うん、アズちゃんが作るとかやけど、うん、その基本的にはそのアレンジとかそういうのは他のバンドメンバーがもうめちゃめちゃやる人らやから、うん、そのアレンジとかアンサンブルの話になったらもう熱いね、もう止まらんのよ、うん、その例えばパンチっていう若いピアノのやつに、うん、いやパンチもうちょっとな、うん、あの C のあの前なんとかあれトップノート、うん、あのラーにしてディミニッシュつけた方が俺としてはテンション的につなぎやすいわ、オルガンとしてはみたいなことをガンガン言い合うね、ラーメン屋で、はい、ラーメン屋でディミニッシュとか分かんないっす、わけ分からへんやん、でしかも食い終わった後やで、めっちゃ、まあまあ眠たい、眠たくなる時に、もうそれでそのけど、そのじゃあ一体そのなんなん、岩井さん、岩井の言うジャズってなんなんとかって、俺のジャズはとか言って、で、でもさ広いな、やっぱさ、で昨日それで思い出してな、はい、で、あんなこともあったなぁ、で、やっぱ良かったなって、はい、やっぱ、で、岩井がな、はい、さんちゃんさ、やっぱさ、ラーメンってさ、ああやってみんなで食べることがラーメンやと思うってこと。お前かっこええなっつって、ラーメン、うん、お前ラーメン語れるな言って、いやそうやと思う、やっぱり。だから一蘭っていうな、はい、博多にある有名なラーメンあるやん、はい、あれは全部こう一人一人、うん、なんつうのこう格子が仕切りされてて、一人でだ友達と行っても結果一人で食べることになるやん、まあもうね、そうですね、なるやんか、あれで、それまあ俺どうなるなとか思うねんけどみたいな話してたら、いや絶対そんなあかんみたいな、やっぱさんちゃんさ、ラーメンみんなで食べるから美味しいんやと思うねんとか言うねんや、でまあそんなこと言いながら、もう岩井さん寝て、でそのアツムっていうギターの子がね、あの運転手になって、まあ俺横でまだ喋っててんけど、帰りの車ね、その俺はまあ広島でさっきやったから、はい、あの新幹線でも移動してるから、はい、博多までは、はい、でもそのバンドメンバーは大阪から、まあ、ずっと車乗ってきてるわけやん、で博多着いて、ちょっと温泉というかスーパー銭湯行って、はい、汗流してみたいな感じで入りやって、はい、で、うまいこと一旦移動とか、お風呂とか一旦とかで集めに来てたら、はい、ああ行きました行きましたとか言って、ほんまかちゃんとあの露天風呂みたいなとこ行ったんか、うん、とか言って、ああそうですね行きました、なんか岩井さんが、うん、やっぱ風呂みんなで行こうやとかいう話になって、あの行きましたとか言って、はい、ああ岩井暑いな言って、はい、でその後何しとったんって言ったら、いやなんか僕ら寝たんですけど、はい、岩井さん一人でどっか行って、はい、であの帰ってきて、はい、後で岩井さんどこ行ってたんですかって聞いたら、はい、ラーメン屋って言ってたっつってね、一人でラーメン食いに行っとるやんって思ってみんなで行こうやって行こうやとか言わんと、あいつみんなが寝た後一人で、うん、ラーメン屋フラッと行ってて、一人でどうしようもなんか腹減って食べたかったやろな、あのでそのラーメン屋さんもしかして、はい、元祖長浜ラーメンって聞いたら、はい、ああそんなん言ってましたって言ってたから、うわー俺行きたかったやつやんと思って、俺も絶対行くやつやんっつって、はい、まあ、だから岩井さん結果一人でラーメン食べに行ってた、ちょっとコインのぶち込みながら、ね、ぶち込んでたな。いやーって考えたら、はい、岩井が悪魔かな。名言ですね、名言やで、やっぱり結果一人で行くねんけどな、はい、やっぱそう豚骨スープという悪魔に取り憑かれてんだよな、もうあれは多分中毒系でしょ、ね、そうやね、だから結果悪魔っていうのは素晴らしいってことや、ね、うん、正義とか、うん、正義の反対義語は何、反義語、反対語、正義は悪か、そうです、ね、悪魔の反対は天使か、うん、ああそれはそうですね、
いや今日もな ずっとなそういうのをなずっとなをツイートしててんけど俺もな、はい、なんか曲作るのもあれやな思って、はい、ちょっとしんどいなってなって、うん、京都王将と大阪王将とか、うん、オムライスと天津飯とか、うんうんうん、似てるようで非なるものを探しててんけど、はいはい、だからそれで言ったらやっぱ悪魔と悪は違うってことやねんな。あ、そうですね、うん、やっぱ悪魔はやっぱ可愛らしいとこがあるのが悪魔やと思う。で、その悪というのは、うん、やっぱりその世の中にあってはならぬものやな、うん、まあ、戦争する人とか、うん、悪やな、まあ、それは悪ですね、うん、って考えてやっぱ悪魔は、うん、おればおるほど楽しいってことじゃない悪魔楽しいってこと、あ、楽しくなるってことじゃない。だから、はい、悪魔の対処法はあの悪魔を見つけるまずはというところが始まるじゃない、はいはい、だからその今日もうこれ1時間早いな今日、はい、じゃあもうそういうことで今日はいいと思いますけど、まあまあ歌いましょう、はい、最後まあ歌いましょう。いやでも広島も博多も楽しかったですけど、うん、次な、はい、明日な、明日もライブあるんですか。明日もライブあるね。明日でもな、スロータイムコミュニケーションっていう、あ、そっか、両方ある、ね、そうやな、俺ずっとやってるイベントもあんねんけど、一瞬出て、うん、ファンジェトワイス抜けて、ファンジェトワイスにワンダフルボーイズのライブしに行って、で、それ終わったら9月29、30の淡路島結構ありまして、で10月の、6日に福山で、ワンダフルボーイズ、そうそう、広島県ねの福山でライブで、うん、その次の日がソロで広島、また広島の市内で、広島多いですね、多いね。でそれはでもその7日の時はそのいつも呼んでくれる両親っていう、あの広島の人と、うん、その人もまあギタリストやから、はいはい、最終ちょっと一緒にやろうかなとか思ったりして、うん、で福山終わってその広島行って、でその次の10月8日が、ストンプでライブでワンダフルボーイズ、だからまあ3日連続10月は6日7日8日とライブあるから、うん、まあバイトのシフト調整も、うん、ここはまあ休まざるを得へんわけやねんけど、ちょっとどうかしちゃう寄せたくると、うん、そうやねん、はい、いや何もかかわらずその10月5日に KTR っていうマカサアコンチのバンドのドラマーの KTR から、はいはい、珍しくちょっと前にお誘いがあって、はいはい、僕別に出てくださいとかじゃないねんで、ああそう、僕は、10月5日に、はい、南森町店で、KTR 生誕40周年祭をやりますんで、サンデーぜひ開けといてくださいっていうメール来たから、これや、これは絶対行かなあかん、これがいわゆる俺、ミッキーでいう友達の結婚式あるからっていう理由のに、俺友達の結婚式あっても別にライブあったらライブ行くけどなって思いながら、すごいなんか違和感感じてたけど、これは休まれへんと思った、これはちょっと行かなあかんと思うっていうので、めっちゃ連続じゃない、そうだからまあいつかはまあ KTR ただ見に行くだけやから別にええねんけど、まあいつか KTR、 6日福山、7日広島市内、8日ストンプ、大阪ね、まあその前に淡路島があって、はい、素晴らしいですね、すごいな、結構ずっとですね、じゃあ、うん、淡路島行って夏終わるかな、そうですね、もうもうちょっとさ、もう長袖着てるってなんやねんけど、まだ夏終わってへんからまだ淡路島終わるまで、うん、西浦行く？行きたいんですけどね、何やんねんお前、あるんか、ちょっとまた後で、あ、それはじゃあ歌うわ、はい、
てたのさ、君がダンスをしてたのさ、誰も知らないのさ、君がダンスをできること、ガラス張りの前で君は楽しそう、メガネも外して三つ編み揺れてる、天の来やすいっす。